実際にね、そういう、香料っていうのは、実際食品に使われてるものと多分同じものを、練り消しとか練り消しは多分使ってると思うんですよ。口に入ってもいいように。よくはない、よくはない。消しですから、リアルなね、スメルを追求するために。スメルはいい。でもクラスに絶対いたでしょ、こう、なんか、フルーツの匂いのする消しゴムを実際に食べてみる、お調子者。まあまあ、見ますよ。口に含んでみたりしますよ。カレー味とか。衝動に駆られますよね、確かに。ちなみに石田さん、何の匂いが好きですか何練り消し何練り消し何いちごかな甘いな、甘いな。わかりやすい匂いがね。いいですね。あ、これいちごだ。いちごカレーとか作ってみませんでした混ぜて。ないよ。あの、カレーの匂いの消しゴムを練り消し同士を合体させて。あ、そんなチャレンジするんだ。ただね、ひどい色になりますよ。そうだよね。色も匂いもひどいですよ。そうだよね。最悪だ。いちご消されそうだよね。